立ち終わりました、はい、そのチャンコーチなんですが、まあ、前半のようにうちは集中を続けてプレーしていこうというふうに指示しました、はい、そしてディフェンス面ですが、まあ、裏に回るパスに気をつけボールコントロールを落ち着こうと、それから攻撃面では相手の裏に球を運んで一気に攻めていこうというふうに指示をしています、はい、分かりました。そのハーフタイムの両チーム、オスカー監督とチャンコーチの指示を伝えてくれました中島アナウンサー。ファールスローはありまして、手前からのスローイン佐藤翔吉、パープルさんがボール、タタウが非常に精力的です。そのタタウが望月を押してファールを取られました。センターサークルから入ったところ、さあ右サイドバウリシーニョ、風の子のドリブル、そして右サイドから野口が切り込んでいった。さあ中央でバウタザールと佐藤、2枚上がっているエジミューソンもいます。低いボールヘッドでクリアします。なかなか今日は梶野さん、このフューチャーズの最終ラインいいですね。そうですね、しっかりとバランス取れてますね、今クリアしたのは3番の元ヴェルディの米山、ボールを中央に入れてバウタザーのヒールで浮かしたが、タタウのヘッドのクリアであります。さらに競り合いはマウリシーニョ、さあどうする、自分で切り込んでいきます。そして逆サイドへ大きく振ります。さあ正面ではバウタザールと佐藤が手を挙げました、ボールを入れられません。逆に今度は青島が倒された。完全に今後ろから押されました、青島文明。倒したのは25番の福重。まあ、フューチャーズはしっかり守ってチャンスがあればカウンターというような感じです。そうですね、やはりこの今苦しい時ですからね、しっかり守ってカウンターでしょうね、はい、しかしながら後半の立ち上がり、今7分を経過しているんですが、パープルサンガが非常に積極的に攻めています。1点を追っているパープルサンガ、そういうこともね、はい、チームリーダーがやっぱり考えてですね、いつかカウンターで狙ったるぞと、はい、いうことを絶えず考えている人が必要ですよね。まあ、この時間帯を梶野さん、いかにフューチャーズは乗り切るかですね。そうですね、15分までですね、はい、さあまた右からボールが上がった、エジミルソン合いません。もう一遍マウリシーニョクリアします。ミリンコビッチ、このボールを追って杉山、ヘッドでキーパーの森下に戻します。共にかつて J リーグを経験している2人、左サイドから佐藤翔吉、そして望月悟。佐藤が一旦下がります。このサイドにはタタウがいます。タタウがクリアしてボールを森につなぎました。ファールがありました。早いリスタート、望月、そしてマウリシーニョ、中央の佐藤に、佐藤に通らない。後半から見延に変えて佐藤、吉明を入れてきたパープルサンガでありますが、なかなかその佐藤にボールが通らない。さあしかしまた右サイドから切り込んでセンタリングのチャンスを伺う、切り返した、ボールを入れて中央、バウタザール、しかし松田が身を挺してバウタザールへのセンタリングを防ぎました。梶野さん、さすがに松田はよく見てますよね。そうですね、最後しっかりしてます、マウリシーニョのセンタリング、ゴールキーパー松田が身を挺して防いでいます。中央でたたう、前線に送ります、これは通りません。カウンターを狙っているフューチャーズ、前線の青島には通りません。さあ佐藤からワンツーでエジミューソンのシュートですが、ディフェンダーに当たりました。佐藤とエジミューソンのワンツーリターン、キーパーの松永、まあ、この辺りはしかしフリーで仕事をさせませんね、なかなかね。よく捕まえてますよ。捕まえてますね、最終ラインの米山あるいは今岡、この辺りが非常によくパープルサンガの前線を抑えています。小田さん、今日は日本代表の鴨監督も来ているんですけれども。そうですよね、今日はオスカーを激励しに来たんですよと言ったんですよね。そうですか、はい、自分自身入れ替え戦7回行って1回落ちて6回残っているから、はい、こういう時の選手の大切な試合に対しての選手の気持ちっていうのはよくわかるんだよなというふうに、はい、先ほどハーフタイムの時に言ってました。あ、これはいいボールが出た、右サイドからえぐっていって直接狙ったのか、直接狙った感じがありました。今の右サイドいいボールが出ましたね、野口にね。完全にオープンスペースができましたよね。今のは本当にサンガにとっては一番いい形だったですね、梶野さん、直接狙ったような感じもありましたね。ミスキックだと思うんですけどね。
ただサンガの方はかなり右サイドからの攻撃でかなりチャンスが出てますんで、これを繰り返していけばそうですね点に結びつくと思うんですけど、はい、まあ、今リポートにありましたように全日本の鴨監督もこの試合を見に、ああいらっしゃいますね、まあ、かつてはオスカーと日産でコンビを組んだ鴨監督も今スタンドでこのゲームを見ています。ああこれはいいタックルです。森の突破を阻みました。そして一転して今度はカウンターパワフルサンガ、マウリシーニョ、マウリシーニョ、さあどうするか、左に送ります。そして佐藤翔吉、この辺りは非常に厚い守りを見せます。パワーさあ中央でバウタダール左足シュート、佐藤の左足シュート、懸命に松田が防ぎました。松田がナイスセーブ。バウタザールを今スルーするような感じで佐藤は左足シュートを放ちました。いや今のも紙一重だったですね。今の終わり方早くね、はい、誰ですかね、佐藤翔吉が入れて、ね、バウタザール、佐藤、吉明、バウタザールよく頑張ってね、はい、壁になったんですけどね。このプレーで今ディフェンダーでしょうかね、一人痛みました。佐藤にマークした子ですね、トスフューチャーズ、3番の米山ですね、最終ラインで抜け出してくる選手をチェックしているその米山が今担架で外に出されますが、元ヴェルディ川崎の米山隆一、さあ手前のタッチを割ってスローイン、エジミウソンです。エジミウソンボールを入れて、あっとマウリシーニョ、なかなかボールが通りません。馬場さんね、はい、普段でしたらね、今怪我人が出てゴールキーパーが切ったわけですね、返すんですよね、ボールを返すのは礼儀ですよね、それもね、できないぐらい返しませんでしたね、もう熱中してるんですよね、はい、本来なら怪我人が出たんで松永がボールをタッチに蹴り出したんでそのボールをお返ししなきゃいけないのがまあね普通なんですが、今3番の米山ピッチに戻りました。馬場さん、そして30番フューチャーズ、はい、30番岩品に変えて25番泡倉が入ります。泡倉ですか。さあ泡倉25番、非常にスピードのある選手ですが、その泡倉を起用するというところです。30番の岩品に変えるようですね。さあボールを入れて佐藤、届かない、松田がしっかりキャッチしています。まあボールを今こぼせばエジミューソンが詰めていたんですが、ちょっとハンブル仕掛けたんですよね、必死で抑えています。このキーパー松永重達、今のプレーです。マウリシーニョのセンタリングに対して松永いい反応です。さあボールは再び佐藤翔吉、前線に送ったバウタザールが行きます。そして中央にエジミューソンが走り込んでいった、タッチ終わりました。これはパープルサンガのスローインです。ここで今選手が変わりますね。岩下に変わりまして25番、非常にスピードがあります、阿波倉が入ります。トスフューチャーズ、フューチャーズの25番阿波倉慎治、165センチ小柄ですが20歳の若さであります。さあバウタザールが逆サイドに振ります。マウリシーニョ、マウリシーニョどうしますか、戻すか、マウリシーニョのドリブル後ろに叩きました。望月近谷、近行、そして今度は望月悟、左サイド佐藤翔吉、この佐藤にはタタウがついている、非常に厚い壁です。ステファン・タタウ、タタウがミリンコビッチにボールを送ろうとしますが、望月、タタウが行きます。ルーズボール、今度は左サイド、ボールは森安、森安が持って上がります。前線に森が走り込みます。中央ハイクロスを入れましたが、キーパー森下キャッチであります。中盤で望月悟から佐藤翔吉に送ります。タタウがこのスルーパスをカット、まあなかなかカジノさん、左サイドはタタウがいるんでね、そうですね、あそこはちょっと難しいですね、難しいですよね。ですから佐藤君もね、はい、タタウが来た時に早く処理すればいいんですけどね、そうですね、どうしても手数かけてミスになってしまいますね、はい、さあ望月近行、中に入れます。そしてエジミューソン、エジミューソンが中に入れてヘッドで
ウンからバウタザール、京都ファームのサッカーのホットラインがつながりました。1対1同点です。今のは難しいヘディングでしたよ。あれバックヘッドのような格好になりますよね。それにしても鮮やかです。あ、これですね。ジミオさんがここでボールをキープして持ち替えて、ディフェンダーとも競ってますしね。これはカジノさん、名手松永でもちょっとね。そうですね。ニアね。ニアにね。素晴らしいヘディングシュート決まりました。世界の点取り屋バウタザール。1対1の同点。